いつまでゆっくりムービーメーカー3とエヴァユーティリで編集しないといけないのか、パービスです。今回は僕がベッドで使っているノート PC を紹介します。NEC 製のパーサプロ VC8 です。このノート PC は以前 PC ネット閉店直前に買ったアスパイア D260 と同時に買ったものです。スペックはインテルコアツールを SU9400、メモリが 1GB、HDD80GB のビスタマシンです。外見はあのジャンクコア i5 ノートバーサプロ VBB と同じ。 SU9400 に関してはライフブック R8280 と同じものです。この PC にはオンボードメモリが 1GB ありますので、 DDR3 メモリ 1GB と合わせて 2GB 構成です。左側面には電源端子、排気口、D サブ端子、LAN 端子、USB2.0、マイク端子、スピーカー端子です。背面はバッテリーだけです。右側面には PC カードスロット、PD 対応 USB2.0、SD カードスロット、USB2.0 が2つ、ケンジントンロックがあります。最初、元々の Windows Vista を入れて遊ぼうと思ったんですが、プロダクトキーが薄れて解読不可。仕方がないので VBB の残骸から Windows 7のプロダクトキーに貼り替え、Windows 7をインストールします。まずはデフォルト構成での起動です。時間は1分10秒くらいかな、ちょっと遅い気がします。SSD に換装します。インテル製の 80GB の SSD です。容量もそのままなのでクローンするだけで完了です。しかしここで問題が発覚。なんと無線 LAN が搭載されていません。今時無線 LAN がないと何もできないでしょう。ということで部屋に転がっていたアンテナ線と引き出しの中から無線 LAN カードを引っ張り出してきて搭載します。しかも液晶にはネジが14箇所もあります。正面に4つ、側面に3つ、底面にも4つあります。底面にネジがあるとかどんな PC だよって突っ込みたくなります。どうにかパーツ搭載が終わったので、SSD 換装後の起動です。時間は約半分の27秒くらいにまで短縮しました。YouTube を再生するとどうももっさりします。システム情報ではこんな感じです。2GB あるので、普通に使う分には差し支えない容量です。エクインはこんな感じです。CPU とメモリはそこそこいいですが、グラフィックが低め。まあゲームしないんでそこまで気にはしませんけど。ということで、メモリを交換してみようと思います。この PC の最大値である約 3GB に搭載します。オンボードメモリが 1GB なので、2GB のメモリを挿します。3GB にしたところで、体感的には変わりません。ほぼ同じです。エクインでも 0.1 しか上がっていませんし、CPU に関与することもなさそうです。ただ 32bitOS の最大値まで余裕ができただけ。ところがこの PC 問題はそれだけではありません。ベッドで使っていることもあるのか、PC が触れないほど熱くなっていました。ハードウェアモニターで温度を確認したところ、マザーボードの温度が100度に達していました。CPU も85度と熱すぎるんですが、マザーボードが CPU より高いってどういう状況なのでしょうか。ちなみにグリスはグリズリーに塗り替えてあります。グリズリーでこの温度ですよ。マザーボードを利用して明らかに放熱していることになります。NEC は一体どういう設計をしたのでしょうか。そのせいなのか AC アダプターを抜くと電源ボタンを何回か押さないと通電しません。明らかに回路が死んでいます。これは非常に面倒。ハードオフで売られていたらジャンクで通電しませんと表記されるやつです。ちなみに YouTube を再生すると一瞬でこの温度まで上昇します。動作が重いのは熱暴走ですね。ベッドで使ったら火事になってしまいます。R8280 は排熱がしっかりしていたので Windows 10を入れても熱くなることはありませんでした。この PC はベッドでは使えそうにありません。
もう少し性能のいいベッド用 PC を買おうと思います。極端に古い PC はこういうものが多いので買う際には用途を確認した方がいいと思います。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録の方お願いします。